打刻してから1時間以内に出てないとなんで会社に残ってるんだろう。うん、じゃあ、佐々木さん。はい。はい、これです。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。まあ、内容的には以前勤めていた、ちょっとブラック系の会社で、先ほど山田さん3年かけて開拓するって言ったんですけど、今からの話はもう一発で。一発か。朝日さんの会社から営業を受けました。あ、僕の前の会社ですか。あの、知り合いがいたんで。あ、そうなんですか。鈴木さんから。ああ、なるほど。なるほど。まあ、僕はもうそういう会社でしか勤めたことがなかったので、なんで今ちょっとその反省をもとに今もうコツコツやってるんですけど、あのよく営業の世界で言葉で表しているのが、あの狩猟型と農耕型ですね。狩猟型はもう一発で下に向くスタイルで、農耕型っていうのはもう山畑さんスタイルで、なってるやつだね。まあ、もうストレスフリーな営業方法ですね。でも僕はもう開業したてとか、僕も初め狩猟型でやったんですよ。あのちょうど1年前ぐらいに開業した時って、もうとにかく3年後のお客さんって言っていられない状況だったので、あのその時は以前の営業スタイルっていうのをちょっと活用してやってたので、ちょっとその辺からお話ししようと思ったんですけど、で、以前勤めてた会社は商品先物取引っていう業界ですね。で、僕20歳の時に入ったので、あの全然知識がなくてですね、商品先物、今でも知らないという方見えますか。あんまり知らない。意外に知らないかもしれないね。意外にいますよね。まあ、営業マンからしたらその方がターゲット。そうだね。知らない方が。学生募集の時もね、我が社は国際経済に貢献する仕事です。と言ってね、学生募集してる。なんで、僕は初めて、まあ、その言葉を見た時に戦物って読んだぐらい、全然知識がない。なるほどね。まあ、そうやね。普通戦物やね。で、なんていうの、貿易会社みたいなこと、あの人事の方も言ってたんで、で、あの、専門学校卒業するときに企業フェアってあるじゃないですか、に参加したときに、あの企業フェアっていろんな会社がブースを持って、あの1ブースずつ学生がダーッと座って並んで面接を受けるっていう感じなんですけど、あの、で、まあ、並んで3社ぐらい受けてたんですけど、まあ、40社ぐらいの会社がある中で1社だけ誰も座ってないブースだったんですよ。座ってない。なんでここ座ってないんだろうってすごい不思議で、あと全部順番待ちなのに、この会社の社名を見たら、僕が勤めてた西友商事っていう西見友、もう今潰れちゃったんで、もう名前出しちゃいますけど、っていう会社で、なんだこの会社はっていうことでパンフレットを見に行ったんですよね。まあ、この辺にパンフレットがダーッといっぱいあったんで、そこでずっとパンフレットを読んでたら、逆にあのここの人事部長が僕を呼びに来たんですよ。うちのパンフレット見てるねっていうことで、あのそうしないと多分人が来ないっていうことなんですけど、なんでもう先物業界というのは知ってる方は知ってる、もう本当ヤクザと変わらないようなそんな業界だったんで、まあ、誰も行こうとしないっていう中で、あのパンフレットを見てしまった人は引き込まれるっていう、そういうシステムだったんですね。で、内容を聞いたら、まあ、よくわかんないんですけど、まあ、給料も23万ぐらい手取りがあって、で、名古屋で一人暮らしの寮も2万円ぐらいですね。まあ、めちゃめちゃいいな。で、歩合給もつくと、ということで平均月収もあの少なくとも30万ぐらいはみんな取ってるよという言葉を聞いて、もうこれは決めたっていうことで、面接行きますと、ということで面接に行って、で、無知なまんまもう入社まで決まってしまったんですけど、ちょうど僕と同じ新卒が86人全国にいてですね、
会社規模も450人ぐらいの会社だったんですね。で、入社式は東京でやって、でそのまんま山梨、バスで山梨まで行って、その山梨 この富士山の近くでロッジですね、ロッジというか、まあ、研修センターみたいなところで、そこから1ヶ月間もう缶詰状態で研修が始まったんですよ。初日からもういきなりですね、初日覚えてるのが、お前らは給料泥棒だって言って、めちゃめちゃいきなり怒鳴り散らすような部長さんがいて、みんなピンってなったんですけど、まあ、足でも組んでたらもう切り落とすわぐらいの勢いで肘とかつくと、そんな勢いでもうそこから空気がガラッと変わったんですけど、で僕もその頃社会をちょっと舐めてたので、もう茶髪でもんげのままだったんですけど、もう即床屋に連れてかれて、黒髪でパッサリ角刈りみたいにされて、そんなスタートです、で結果的に1ヶ月で2、3人ちょっと抜けてしまって、脱落者ですね。朝は6時ぐらいに起きて、まずジョギングして、もう声が小さいとジョギング終われないんですよ。みんなで1、2っていうのをもう叫びながら富士山のふもとを走って、でその後ラジオ体操が続くんです、それも声が小さいと終われないので、一人でも反対とかやったら、1からやり直したんですよ。なんで、すっごい長かった時はラジオ体操2時間ぐらいやったんですよ。誰か間違えるんですよ、多分。はあ、そう、これは本当に強烈だったんですよ。でその中でスポーツがあったり、まあ、そういうスポーツ大会があったり、商品知識の勉強とか、マナー講習ですね、電話の取り方、喋り方とか、ネクタイの締め方とか、もう名刺交換の仕方とか、そういう研修も道にすぐ受けて、でもう上司とすれ違うときは、もうトイレですれ違おうが、朝起きてすれ違おうが、もうピタッと止まって、もう90度ぐらいの勢いで、おはようございますとか。やらないとどしゃべられるんで、ずっとそんな1ヶ月が続いたっていう世界なんで、もうそこで上下関係がもう完璧にできてるんで、もう現場に行った頃にはもう右向け右っていう状態なんですよね。だからそこはすごくうまかったなと今考えると思いますね。で僕が配属されたのが名古屋支店の、名古屋支店も営業部2つあったんですけど、営業部で、で、現場戻ったらそんな厳しい雰囲気が そこまでなかったんですけど、たまたま僕が入った部署が25営業部ぐらい全国からのトップ成績の部署だったんですよ。これが僕にとってはものすごいラッキーな、運が良かったところなんですけど、まあ朝礼とかもですね、エンジン組んで始まって、おお、なるほど、やるぞ、行くぞ、取るぞ、なるほど、で、朝礼もバシッとあって、社訓とかを覚えて先に、なるほど、そんな感じで、まあ、なんでトップ部署だったかっていうと、テレアポ中心だったんですよ。他は飛び込みやったり、テレアポやったり、バラバラだったんですけど、僕が入った部署は完全テレアポの部署 で、トークマニュアル、スクリプトって言うんですけど、トークマニュアルが徹底されてた部署なんですよ。で、どれぐらい徹底されてるかっていうと、今日ちょっと用意してたんですけど、受話器と電話機の間に、このハンドセットって僕今でも使ってるんですけど、受話器と本機の間にこれを挟むと、でこれを IC レコーダーとかに挿すと、中が録音できるんですよ。会話がね、会話が録音できるんですよ。なんで常に、まあ、当時 IC レコーダーがあんまなかったのでテープレコーダーだったんですけど、常に喋ってる声をもう係長がうろうろ僕らの机の周りを回ってるんで、なんか棒を持ちながら、手を振らんとか、なるほど、午前中取れとらんぞとか、その係長が
会話が始まると聞くんですよ。で少しでもスクリプトから外れるとめちゃめちゃ怒られるんですよ。なんで自由なトークが一切禁止されてたっていうのが、成績が良かったゆえんだと思うんですね。なるほど、さっきのマクドナルドだね。そうですね、まあ、もうビシッとやるか。ただ他の部署はそこまでしっかりしてなくって、他の部署っていうと一営業マンが、まあ、こうやって、まあ、10人ぐらいいたら、あのみんなアポ取ってみんな商談それぞれ行かせるんですよ、なんでもう一人一人がもう、まあ、個人営業みたいな感じで、ね、もう入社したら早く契約取ってこいって言って、アポ取れ契約取れってやるんですけど、僕の部署だけこれぐらいの人数8割9割が全員アポなんですよね、ここにプッシャーっていう、プッシュっていう、プッシュはちょっと後から説明する。プッシュ。プッシュ。あ、プッシャーって言うんですけど、あとここにクローザー。聞いたことある。クロージングをする社員がいるっていう形で、でアポをスクリプトで同じ品質のアポを量産するんですよ。それをプッシャーが電話でもう煮詰めちゃうんですね。電話でもうほぼ契約締結の状態まで持っていって、クローザーもハンコをもらいに行くだけみたいな、そういうシステムだったんで。途中で電話変わる？電話は変わらないですね。僕らは資料を送付するまでですね。で商品はあの投資ですね。商品先物っていうのはあの金融商品なので。まあ、要するに儲かりますよっていうテレアポをするんですけど、あの当時のセールストークは、まあ、テレアポって煙たがられるんで入り口でですね、まあ、全国いろんなところにかけるんですけど、あのその、まあ、栃木県にもしかけるんであれば栃木県に支店を開設する予定がありまして、ご挨拶でお電話してますっていう営業じゃないですよみたいな遠くの入り口から入って、で、今日は少しだけあの PR でお電話しましたって言ってからちょっと営業トークをするんですけど、あの、まあ、商品先物 の商品説明というよりはあのこんなあの事例がありましたって感じで、まあ、過去に儲かったお客さんの事例なんかを話して、またそういうチャンスが来た時にお電話しますね、今回は資料だけ送りますねっていう感じのアポなんですね。でなんでアポというよりも資料送付ですね。でこの資料を送付して、その資料の中に商品の説明したものをちょっとパンフレットと一緒に入れると。で会社自体はあの創業も40年ぐらいやってた会社なので、まあ、40年で450人いて全国に支店がありますっていうすごいちゃんとしたパンフレットがあるので、そのパンフレットと資料を入れれば、信用にはなるんですよね。で1週間後にそのプッシャーが資料を送った方に、あのここのプッシュはもうえげつないセールストークなんですけど、あの前にご紹介した僕が販売してたのトウモロコシなんですけど、トウモロコシがえらいことになってますという、もうこんな口調じゃないんですけど、まあ、本当に焦り立てたような口調で、大変です、もう大変なことになってます、うわ、すごい目立ってます、もう、あの、買いたくてもちょっと今買えない状況なんです。ちょっと質問どうぞ。それ一年中大変なことになってるってことですか？もう毎日大変なことになってる。本当ですね。ここは完全にあの詐欺と大事で、ネットも何もないしね。そうですね、調べようがないって、もう10年以上前なんで、抽選になってます。買いたくても買えないんです。なるほど。で、まあ、僕らアポしかやってないんで1日500件ぐらいかけるんですよ。その中のでそのセールストークも、全部で15枚ぐらいあるあのトークなんで、そこにたどり着くのが1日1、2件なんですね。取れない人は1週間ゼロとか、途中で切られる、もう切られてますね。なので、本当に厳選した素材がここに送り込まれるんで、結構このプッシュする人は
10件中1件ぐらい落とせるんですよ、うん、で抽選がもうこの電話口で5分だけちょっと保留状態で待っててくださいみたいになって、うん、で出してあの結果はお知らせしますんで、うん、このまま待っててくださいって言って、うん、そのまま保留中に切られることもあるんですけど、うんうんまあ、10人中1人ぐらいそれでじゃあお願いしますって言われるんですけど国はもういいと、まあ、断るわけねか、もうダメと そうですね、うん、もういいですいいです怪しいんで、うん、ただ怪しいんですけどもう500分の1の中の10分の1ぐらいはやっぱ引っかかるんですよ、うん、分母が半端じゃないんですよ、うん、なんであのその中のやっぱ1人2人が、うんまあ、1日2、3件訪問は全部1人のクローザーでもとにかく回る、うん、なんで訪問行くの1人だけなんですよ、もちろん、なんで他の部署と全くシステムが違うやり方で、あのここはもうほぼ契約もう9割以上ですね、うん、ああっていう形のなんか工場の生産ラインみたいになってたんですよ。なのでもうダントツトップ部署だったんですね、うん、でこのプッシャーの当時課長の方がこのシステムを考えて、この人も天才的だったんですよ。でコーチングも当時すごいうまい、褒めるのとかすごいうまかったので、あのみんな楽しく仕事をして、まあ、長時間労働であの厳しいは厳しかったんですけど、他の部署に比べたらすごい楽な感じだった。でこの時学んだのがやっぱりこのシステムによって全然数字って変わるんだなってことを学んだんですよ。で後に僕5年後に IT ベンチャー企業の立ち上げ営業会社に入るんですけど、もう丸々これパンだったんですよ。なんでもう5年で18億まで7人から250人までカーッといったんですけど、本当にこのシステム様々です、ね、なんかそのスクリプトの徹底でもう役割分担をしっかりするっていうところですね。それが営業会社にとってはものすごい大事で、今も僕お客さんの中で営業会社のところがいるんで、もうこういうシステムでやってもらってる、業績も上がってるので、すごく大事かなと思います。まあ、いずれにしても、でもやっぱり営業トークっていうのをしっかり作っておいて、僕もこの日報を始めて、初めはテレアポしたんですよね、初めは1ヶ月。で、ちょっともう、ここでやってる時はもう、みんなで盛り上げながらやってるんです。みんな立ちながらとかやるんですけど。あったね。もう光通信がもうピーク時は机の上に営業マンみんな立ったね、うん、パーンって、うん、そうですやってたね。もうみんな盛り上がってやってる、うん、頭のネジ外さないと無理なんですよ、うん、心理的に1日500件かけて499件、まあ電話出ないところなんですけど、うん、200件300件断られるんで、うん、通常の心理状態だったら多分即うつ病になるぐらいに、うんうん、自律神経とかすぐおかしくなるので、うん、なんで、まあ、営業、この新規開拓営業は入社3ヶ月で辞める社員が7割、8割ぐらい1日500件テラップしたら分かります。本当に頭おかしくなるぐらい断りの嵐なんで、うんうん、それを乗り越えるためには、まあ、朝のエンジンも本当に必要なんですよ。あ、気合がね、うん、みんなで頑張ろうぜっていう空気を出さないと、うん、本当にきついんですね、うん、でこれ一人でやると僕独立して分かったんですけど、全然かけれないですね。そうね、一、うん、日初め300件ぐらいかけようと思ってスタートしたんですけど、一日に全然無理で、まあ、100件に下げようって言ったんです。これも無理ですね。50件にしたらかけれたんで、もう50件は継続しようということで、この50件やってたんですけど、うん、本当にうつ病になるかと思いました、ね、うん、かといってエンジン君相手もいなければ一人なんで、なんでもう、まあ、でも50件かける前に大体15件ぐらいかければ1件取れてたんで、僕一人の時はですね、なんでそれでちょっとアポを取って。そう、何のリストで電話して、食べログで始めやってましたね。食べログ食べログ飲食店、飲食店この辺多いのでに絞って、と、あとは
適当にですね、ヤフー電話帳とかで、まあこの近辺しか書けなかったんですよ。あ、近辺に絞ってもう自転車で、15分以内に行ける範囲で、結果的に1ヶ月で、まあ、すぐそこのステーキハウスと、うん、もう石田純一さんとか来てるような超高級なの、そこと、あとパルコ裏の服屋さん、アクセサリー屋さん、お2件契約になったんですけど、電話で電話ですね、いきなりテレアポで、ハガキも出してないの、出してないですね、おそれはもう、もう誠実に指定も解説しようとかそういう嘘はなしで8月7日に大須1丁目で開業したい、うん、エールコンサルティングの浅井と申します。おお、今日報を使った、うん、売上アップの手法のご案内でお電話しました。おものすごい正当派で、お、まあ、興味がないと言われたらそれまでなんですけど、実は山口県で、まあ、40社中7社日本一になっているコンサル手法を、うん、弟子入りして名古屋にこのノウハウを持ってきて始めたところなんです、うん、まずはお話だけでも聞いていただけませんかぐらいのトークだったんですけど、うん、まあ、1日1件ぐらいは取れてたんですけど、うん、やっぱりそれはアポがアポです、ね、アポね、はい、まあそんなに、まあ、あってもパッと制約はやっぱ、うん、ほとんどならなかったんで、うん、まあ、2件だけ契約になったという感じです、ね、うん、なのでやっぱ仲間はすごい大事です、ね、うん、あとはもう承認の欲求でやっぱり、毎日契約上がったら昨日浅井くんがの契約が決まりましたおめでとうございますとか朝礼でやるんですよ、ね、うん、もうそれがたまんなく嬉しい、うん、そしてグラフが赤になるんですよね、うんうんうん、グラフもないと絶対にダメですね。そうそう、だからリクルートもそうだったしね、うん、まあ、イケイケ不動産会社もリフォーム会社もその手のところはやっぱりそういうのが必要だよね、うん、いきます、うん、なんていうか自己啓発っていうか、なんていうかね、やる気っていうかね、そういう仕組み作りがそういう業種の場合はいるよなと思うね。多分飲食店なんかもそうよね、飲食店別な意味で、はい、飲食店の現場を まとめるっていう意味では、うん、やるぞみたいなね、うん、ああいうのもいるよなと思って。でそういうのは MBA とかランチスターないでしょ。ないです、やる気戦略とかさビジネス系にはないってないよ。ないけどやっぱり大事だなと思うね、いろいろモチベーションやる気みたいなやつをね、うん、この会社はそういうところはすごく徹底されていて、うん、外給も当然つきますし、うん、あとはハワイ月間とかですね、ハワイ月間っていって、うん、まあ、この例えば7月、8月で売り上げ1000万超えた人はハワイ旅行、お10月に。なるほど、でもすごい盛り上がって、うん、毎年あったんですけど、うん、ただ成績がいい社員のなんか具合と別に大入り袋が入ってたりとか、うん、うん、結構無茶はものすごいしてた会社なんですけど、うん、そういうお金の払い方はちょっと尋常じゃないぐらい、うん、僕も1年目から一番多い時は80万ぐらい給料あったんで、うん、激が激給が、おお、ちょっと僕もちょっと狂ってましたね、うん、でお金はあんま使わないんですよ、うん、っていうのがご飯はもうほとんど上司がおごってくれてたんで、しかももう本当に高級っていうんです。おお、それはもう意図的に上司はそういうふうに部下を、まあ、そう言ってみたらコントロールっていうかモチベーションっていうか、そうですね、やってたからね、もう本当に、うん、あ、そう、それはさっきのマズローのね、あれ、そう、食事をおごるっていうか、実はこう、最もその食欲、性欲、場合によってはね、いた、そういった社長がいた、うん、あのね、女一緒に行くの、そうプランで、うん、一緒に行くの、そうやってね、部下にしてた、弟子にしてた、うん、あ、で、それもさっき気づいた、来る途中に。そうだ、食事を終えるとか、その性欲はね、ソープランで一緒に泣かせに行って、女を抱かせるとかね、古文作ってた社長がいたわけよ。錦、うん、も多分僕、何百万円分おごってもらって、うわっ、おごっても、多分何千万かもしれないですね。本当もう普通に、もう多いとか、本当、週5回、客が連れてるとかね、なるほどね、そこでもう、ほぼオープンラスト、8時から2時とかまで、うん、開店から閉店まで。シャンパン、ドンペリ開けて、ドンチャン騒ぎで、なるほど、うん、
その金は何、会社の金、そのもうマネージャーのなんか経費、まあ、セル、あ、なんだよ、たぶん、よくわかんないですけど、すごい領収書を集めてたんで、あ、会社、会社ですかね。それがあれかね、そう、分からんけど、優秀な営業マンは辞めさせないように、という、まあ、やっぱそういう人事のノウハウの一つだったんだね。そうですね。たぶんね。新卒でキャバクラ行けるって頂点ですよね、こっちからしたら、うん、もう友達にも自慢できるみたいな、バカだったんだ俺週に3回キャバクラ行ってるおお、なるほどねそれはなんか自尊心も高まる、重要感も満たされてますおお、そうね、承認欲求もあるし、そう、性欲欲求も食欲欲求も全部満たされてたわけねそうですね、うん、でかつ成績が出る部署にいたんで僕らの部署は辞める率が少なかったんですけど、ただ他はもうそのキャバクラに行く間もなく、うん、もう深夜まで働かされて、うん、結果も出ない、稼げないっていう環境だったのを、うん、バタバタ辞めて、なるほど、ね、同期も86人中、多分1年後10人いたかいないかぐらいなんですけど、すごいね、そんな感じですね、うん、僕2年間この会社にいたんですけど、うん、2年後はどうだったんですかね、ほぼいなかったですね。あ、同期。同期が5人いたかは分かんないぐらいの状態でした。と、うん、いう感じで、この1社目が、もうただ問題だらけ、裁判だらけ、クレームだらけだったんですけど、うん、結局お客さん、ものすごい損するんですよ、うん、先物って。現物取引じゃないんで、100万円の証拠金という担保金みたいなものに対して、実際に動かしてる相場が1000万ぐらいのものが動いてるんで、1000万に対して 20% を損失が出たら200万なんで、100万に対して200万の損が出て、逆に足りなくなって追加してもらわなきゃいけないとか、そんな、博打みたいな世界なんで。うん、それでも儲かる、お客さんが売り買いがお客さんを決めるわけだから、儲かる場合もあるんですよ。はい、儲かる場合もあるんですけど、うん、この会社は一応法律上は良かったみたいなんですけど、うん、なんか名前をちょっと忘れちゃったんですけど、お客さんが買った分を会社が売ってたんですよ。用立てにしてお客さんをわざと損させる。そうです。お客さんが損した分会社が儲かる仕組みを作ってて、後から知ったんですけど、あ、やめた後に知ったんですけど、なんでもう損させまくれば、させまくっただけ会社がどんどん潤う。それはなかなかちょっとすごいな、恐ろしい、恐ろしいね、仕組みで、なんか僕のお客さんも100万とかで始めて3000万ぐらい損してたとか、そんな感じでした、うん、本当恐ろしいです、ね、なんか僕恨まれてる人いっぱいいると思う。そう、覚えてないよね、もう。まあ、かもしれないです。名刺は多分あると思うんで。怖っ。まあ、ただもう僕も20歳で、キャバクラ行っていう頂点で、お金も50万、60万もあって、もうそういう罪の意識がもうほとんどなかったです。なるほどね。狂ってましたね。自分の給料さえもらえればいいみたいな、キャバクラさえ行ければいいみたいな、完全にちょっと狂ってたな。で結果的にもう規制がものすごい入ってしまって、最終的に契約書が始め、契約結ぶとき4、5枚だったのが、最後13枚ぐらい結ばなきゃいけないぐらい、国から指導が入って、なんで、もう損が出ますけれども、大丈夫ですかみたいなランチェックなんだって、なるほどね。でもう、すごい売りづらくなってしまって、でそこから、まあ、そのよくキャバクラに連れてってくれる部長が、もっと売りやすい会社に。移動するからついてこいって言って、まあ、僕そのままついてって、で上京したんですけど、東京で、まあ、この会社今もある会社なんですけど、まあ、とある先物の会社にまた2年間ぐらい勤めて、まあ、そこも結局厳しくなったんですよ、あとあと。今もう淘汰されてほとんど残ってないんですけど、僕がいた時代の3分の1ぐらいに会社自体